は野田チャンネル。あ、どうも、あ、どうも、東京どうも、やばいっちょね、ありがとうございます、ということですね、終わりました、今、ありがとうございますね、今日は9月の11日と、18日の、97回目、90、お、来てるね、98回目、ね、18日もね、やっております、ありがとうございますね、YouTube 版に関しましては曲がね、流れないので、もう発表しておきますね、後から聞いてください、一緒にね、爆竹さんの、悪の花が流れますね、11日ね、そう、もっと早くね喋りたかったんですけどね、うん、ほらなんか寂しかったでしょ、なんかね、うわ桜井さんがですね、ね、やっぱ俺とかもこう学生時代に聞いてたやつですから、うーっつって、放送で見ましたけど、うーっつって、いじってるわけじゃないですよ、これをね、こうね、やっぱりね、インスパイアされて、インスパイアっていうかね、そこをね、いいようにこう使って、時々でこう使って、って、やってるのは、これ、爆竹さんからもらった、ね、真似してやってたっていうね、ありましたからね、これ懐かしいですよね、ほんとね。その時に聞いてたね、やっぱ悪の花、ちょっとかけさせていただきましたね。YouTube 入ってないんでね、また皆さん、調べてね、聞いていただくということね。ありますよ、うん、そしてね、あ、これね、ちょっと待って、ちょっと待ってくださいね、さようならというとこ、あんまり見せていいのかな、大丈夫、こういう進行表みたいなのがあるんですよ、だからこういうのをね書かなきゃいけないです、ね、何分喋ってとかね、俺のは簡単なんです、ね、3分オープニングみたいな、9分半トーク1みたいな。で、9分が、トーク2みたいな、ね。で、次がエンディングで3分みたいな。それだけなんですけど、ね。だ結構細かくね、きっちり書かれてる方もね、たくさんいらっしゃるから。ね、大変でございます。まあそんな感じでね、俺はまあなんか、あだこうだ言ってる間に終わっちゃいましたけど。で、もう大変。ね、今日はね、なんつうんだろうな、ポイント俺の中のポイントなんですけど、これね、一応ね、こう、毎回やってるんですけど、これ喋ろうっていうやつをね、こう書いてあるんですよ。ね。何にも出てこなかった時は困るから、先月の、虹をつかむ男で、まあ、どことは言わないんですけど、ゲストさんのお話を聞いてて、うわ、聞くことが一個もね、と思った時があったんですよ。で、わかるかわかんないかは、ないんですけど聞いてる方はね、そのもう本当もう 0. 何秒かな、くらい1秒あったかなみたいな、やば聞くことがねと思った時に、そう怖いんですよ、その感覚が、やば何も出てこないってそうあるんですよ、そうね、だそういうの困るから本当にねこう一応書くんですよね、で11日は、なんかね、こう、話そうと思って入れたことを全部喋んなくてもいいんですよ、別に。ね。別に俺が勝手に決めたやつだから。で、この日はこういう日でしたっていうのがあるんですよ。まあ、例えば11日だったら公衆電話の日。で、18日だと、なんだっけ、カップラーメンが発売された日。でそれについてこう話すじゃないですか、それはここの日じゃないって話ですね、先週が公衆電話の日だったんでっていうふうに入れると変な気持ち悪くなっちゃうから、そうじゃなくてっていうので、そうそう、実はねもうサムネも作ってるんですよ、1個だけ、11日の分はもう喋る前にも作ってて、だから決め打ちで喋りしなきゃ、公衆電話の話は絶対しなきゃいけないと俺も思いながらやるんですけど、ね、そうそうそう、まあまあそんな感じだね、そうなんですよ、で、じゃあこれも喋ろう。もし時間があったらこれも入れよう。これも入れようって、バーって入れちゃったら、全部喋っちゃって、内容量が違うんですよ。この11日と18日。まあ、皆さん聞いてどうなるかわかんないですけど、まあ、それは聞いて、判断していただきたいですね。そう。これ、11日喋んない。18日に持ってきなよって、思ったやつを喋っちゃったんですよ。そうすると、18日がちょっと薄くなるっていうか、まあ皆さん聞いてみて、感じたらそれでいいんですけど、なんか、俺はちょっと面白くしょうがないんですけど、なんか、
こうなんかこう意味もなくなんかこの話がだらだらだら続いてるなみたいな、何喋る方としてはオチがこれって決まっててこう喋っていくっていうのがないまま喋ってる感じがこのあのもう瞑想ですね、こっちに行けばなんかオチがあるかなと思ってうわーって喋っててあやばいないやばいこっちだっつってね喋ってる間ね、うん、っていうのをね、18日でやってみました、やりたくてやったわけじゃないんですけど、まあまあ皆さん聞いてどう思うかっていうねあこれかと、思うか思わなかはいいんですけど、思わなかったらいいんですけどね思わない方がいいんです、俺としてはね、ということでね、皆さんはね聞いてどう思うかっていうことですねはいはいはいまあそんな感じでね、あとはそうですね、パンジ社長、良品倉庫さん、そしてビビちゃんと飲み会をしたという話をねしましたね、あのボランティアで、その不要品を預かって今度はなんか欲しいなって思ってる人にこうプレゼントしてゴミを減らすという SDGs 的な、感じでこのなんかボランティアグループみたいな感じに今なってるんですよそれなんで、まあ、今度ねまたいろいろ決まったらまたお話をしたいんですけどまたそれでフリーマーケットの感じで、出たりとか、ね、イベント的な感じで出たりとか、うん、プレゼントして不要品をもらったりとかねこうやれたらいいねみたいな感じで言っちゃいけなかったかなまあまあいろいろ動いたり動かなかったりしてるみたいですね、みたいですっていうかまあまあまあよくわからないんで、あんまり気にしないでくださいこれまた決まり次第だったらね言うんですけどまあまあそんな感じでみんなでねじゃあ楽しくやりましょうってことで、まあまあそれにもちろん YouTube をね今パンチ社長ねそしてビビちゃんね良品倉庫さんっていうのはジモティで今ね、その不要品はプレゼントしたりとかね、してる感じでございますね。それなんでまあそうだな、まあパンチ社長、まあ虹をつかむ男ね、チェックしてるの、概要欄をチェックしていただければわかるんですけど、YouTube のチャンネルがありますんでね、そちら、行けるようになってますんでね、チェックしていただきたい。まあ最近始めたばっかなんでね、まあこれからということでね。皆さんも、まあ、ビビちゃんもなんかいろんな、 なんか日常系、ね、あとは、まあ、ビビちゃんに関してはまあ、ね、これからラジオが始まったりする予定なので、まあ、それに絡めたこともあるだろうし、まあ、まあ日常系かな、まあ、パン社長も亜美社長って奥さんね奥さんとこう喧嘩したりとかこう楽しい感じのやつをやってたりとか、まあまあ喧嘩ばっかりじゃないとは思うんですけどね、はい、その面で、ね、やってたりするんでまあちょっと見ていただきたいで、まあその不要品をなんかまあそうだな関東エリアだったらパンチ社長自らもらいに行ったりするのかな不要品、まあもちろん引っ越しのねお仕事もね、やってますから不要品は全部無料で引き取ってくれたりとかするね、感じでねやってますんでね、引っ越しマンハッタンっていうのをね、検索していただけるとね出てくる感じでやってますんでね、まあそんな感じでこうねボランティアグループあげようというとことおっけ川というとこうちの店はねおっけ川なんでね、まあ、その辺の埼玉のちょっと一部なんですけど、そこでまあボランティアでこうちょっと活動しようかっていうことでねやってますんでね、まあねチェック、気になる方はチェックしていただいてねという感じでございますからね。あとあれですね、月パパさんのチャンネルもね、ちょっと喋らさせていただいたんで、ワンちゃんの動画ね、気になる方チェックしていただきたいですね。あと合同会社バングーさんね、こちらが、便利屋さんお仕事ね、受けたまってると思うんで、まあなんかやってもらいたいなってことがあればご相談したらね、対応していただけると思いますんでね、その辺もチェックしていただきたいところでございますね。あとは何か喋った？まあ皆さんにっていうところは、まあそんな感じですかね。あんま全部喋っちゃうとね、もう聞かなくていいやってなっちゃうから。まあとりあえずあるのは、今ね、川田チャンネルが4900ちょっとあるんですね。5000人にならないかなって思ってます。ね。5000になってほしいなっていう。ね。まあチャンネル登録してない方もしいたら、していただけると嬉しいですね。全部見なくてもいいんでね。今一応5000本を超えてますから、動画。ショート含めだからまあまあそんなね大した短いのがいっぱいあったりとかねいろいろありますからね、まあそんな感じでねやってますんでね、もし
あ、じゃあ協力してやろうっていう方がいたらね、カウンターチャンネルでチャンネル登録をねしていただけるとありがたいですということでね、はい、まあそんな感じでございます。ということで、9月11日18日の夜9時ですね、これ復帰話ね、 YouTube だと9時30分夜のね、に上がりますね。もしかったらチェックしてみてくださいということでございます。ということで皆さん、ありがとうございました。ではまたなかったら動画撮るんでよろしくね。ということで、ありがとうございました、チャンネル登録そして高評価お願いします。そして顔のチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ。別の動画も見てね。